どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はまた番外編ということで、 ANA マイルを貯める集中講座なんですけども、ちょっと待って、その前に ANA マイルの価値って一体どういうものなんだろうっていう方もいますよね。まあ、今回は ANA マイルの最大限の活用方法も一緒に公開していきたいと思います。それでは行ってみましょう。この動画では1 ANA マイルの価値、ANA マイルを最大限に活用する方法について解説していきたいと思います。 1 ANA マイルの利用先について、 2 ANA マイルの価値ということでやっていきたいと思います。 ANA マイルのメインの利用先、まあ当たり前じゃないかって感じなんですけども、国内の国内線の特典航空券の利用、2国際線の特典航空券の利用、まあ、今回は紹介しないんですけども、まあ、ANA マイレージクラブの、ね、アプリとかで、ホテルやレンタカーとかね、そういうのにも使えます。まあ、価値としてはちょっと下がるんですけど、まあ、使えないことはないんで、まあね、一応ね、知識として覚えていただいてもいいかなと思います。それではいきます。ANA マイル、1ANA マイルの価値、まあ、まず国内線の例で紹介していきます。こちらは東京羽田、から沖縄那覇の国内と、航空券で例します。こちらは今現在でね、今週来週末ですねの価格ですね、往復で 76,200 円、特典航空券だと1万8000マイルとなっております。ANA の場合、国内の場合 ANA マイルで利用できるのは普通席のみとなります。プレミアムクラスっていう1個いい席があるんですけど、そちらはマイルで基本的に今のところ取ることができません。で、7万8620円の飛行機代が1万8000マイルとなりますので、1ANA マイルの価値としては 4.3 円となります。で、国内航空券、国内国、特典航空券の場合、この1万8000マイルで完全に利用できます。特に、他に空港使用税みたいな国際線では取られるものがこちらでは一切取られません。ですので1万8000マイルあれば、東京沖縄間往復が利用できます。この一切費用がかからないっていうのはいいですよね。旅行に行こうって思った時に国内線を利用しようと思った場合は、1万8000マイルあれば東京沖縄間がね利用できるということで、まあ別に東京沖縄間じゃなくてもいいんですけどね、必要マイル数が足りていればね、これ以外の費用は一切かかりませんからね。私の今回の動画の概要欄にも、必要マイルのね、マイレージチャートの URL、ANA の公式の URL 載せておきますので、そちらを参照していただければなと思います。で、LM 価値ですね。次、国際線の場合ですね。国際線で特典航空券を利用する場合は、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスが利用できます。2018年まではですね、プレミアムエコノミーっていうのは、特典航空券2018年までだったかな、2018年の終わりぐらいから始まったのかな、プレミアムエコノミークラスっていうのは利用できなかったんですけども、最近ね利用できるようになりました。プレミアムエコノミークラスも、ANA マイルで、ね、利用することができます。で、全部で4種類ですね、利用することができます。で、まずエコノミークラスの場合ですね、私の大好きなニューヨークを例にしていきたいと思います。こちらは、6月8から16日と6月8から9日を例にしておりますけども、東京ニューヨークですね、エコノミークラス席、価格最重、価格が一番安いね路線、運賃で取って174,820円で、 ANA マイルの方は本来ですね4万5000マイルから利用できるんですけども、ちょっと、空席がなかったのでこちらを例にしておりますけども、5万マイルプラス3万1160円がかかります。この先ほど言いました31,160円、こちらが空港の使用税などなどが、込み込みになった値段です。こちらの金額は基本的に、
まあ、変動はあるにしろ国際線の、利用する場合ですね、マイレで利用する場合は確実にかかってきます。じゃあ左の174,820円にはそれ入ってないのって思うかもしれないですけども、こちらに入った金額となっております。まあ、マイルで、利用する場合でもこの 31,000円は現金で、ね、支払わなければいけないという形になりますね。で 174,820円の航空券に対して5万マイルということになりますので、1マイルはじゃあ 3.4 円となります。まあ、まあまあじゃないですかね。どうですか、1マイル3円の価値となってますからね。基本的に、ポイントサイトとかね、1万円の案件で1万円もらえるポイントサイトの案件で基本的に 8100ANA マイルになりますよね。ですからだいたいいいんじゃないですか。それでは次いってみます。で次はプレミアムエコノミークラスですね。東京ニューヨークで検索しております。まあ、大体同じような日付で検索させていただきますけども、プレミアムエコノミークラスから本当に現実離れした値段になってきます。東京ニューヨークプレミアムエコノミークラス最安値で53万4820円。私去年の SFC 修行でプレミアムエコノミークラス何度も乗りましたけども、じゃあ53万円の価値があるかって聞かれるとないですね。53万円ですからね、なかなかですよね。で、マイルの場合は、7.2 万マイルプラス3万1020円となります。まあ、こちら先ほど同様に航空の、空港の使用税ですね、3万1320円がかかります。で、53万円、約53万5000円の、利用運賃が 7.2 万マイルで利用できるということですので、1マイル単価としては 7.3 円となります。だいぶ上がってきましたよね。1マイルが 7.3 円ですよ。結構いいですよね。これがですね、さらに上がります。次ビジネスクラスです。東京ニューヨークビジネスクラス往復で111万4820円。もう完全に離れましたね。現金で利用するなんて無理ですね。東京ニューヨーク行くだけでも。これがですね、8万5000マイルプラス31,320円となります。すごくないですか。もうここまで来ると ANA マイルってすごいなってこの時点で思わないですか。8万5000マイル、私が動画で紹介している1年間で ANA マイル18万マイルを貯めれますっていう動画を出しておりますよね。私も基本的にだいたい1年間で18万マイル獲得できるっていうのをテーマにやっておりますけども、そうなんです。それだけでもこれ路線2回乗れるんですよね、8万5000マイルなんで。これがですね、111万円の価値のある飛行機代で利用することができるんですね。1マイルの単価としては13.1円、13.1円ですよ。とんでもないですよね。私この東京ニューヨークのビジネスクラスを、まあ、今までで初めてニューヨークにビジネスクラスで特典航空券で一番最初1回行って、その後 SFC 修行で合計3回乗りましたけども、やはりビジネスクラスとプレミアムエコノミーの差はやっぱり全然違いますね。ちょっと SFC 修行の動画を見ていただけたらなと思うんですけども、やっぱりフルフラットになるっていうのそこですよね。で隣に人がいない、やはり個室感がある、座席ってね、やっぱり気を使わないですし、まあ、お手洗い等々もね行きやすいですよね。で最後にファーストクラスです。ファーストクラスだとさらに倍になります。232万円、東京ニューヨーク往復で、ANA マイルだと
15万マイルで利用することができます。はい、さらに、使用税の3万1320円はかかります。1マイルの価値としては 15.4 円。もうここまで来たかって感じですよね。まあ私まだファーストクラスって乗ったことがないんですけども、まあいろんな方のブログだったり、YouTube の方の動画でファーストクラス見させていただいておりますけども、もちろんサービスとしてはね、食事、お酒等々にしてもやはりすごいサービス、高いお酒も出るし、すごい食事も出るし、スイーツラ、ANA スイーツラウンジも利用できるということで、すごいですけども、じゃあ232万円の価値があるかっていうと、まあプレミアムエコノミークラスから値段が一気に跳ね上がりましたけども、まあ、ここはもう好みとか好き嫌いとかそういうプライバシーをどこまで重視するかとかそういうところになってきますよね。往復だけで232万円ですからね。まあこれが15万マイルで利用できるということですので、まあ、先ほど言った通り私の動画で紹介している1年間で15万マイルは貯まりますので、まあ何ていうんですか、本気で貯めれば、来年の今頃には ANA のファーストクラスでニューヨーク旅行、まあ一人になってはしまいますけども、十分ね、現実味になります。ですので、これがまだね、これから ANA マイル貯めてなくて、これから貯めていきたいなっていう方はね、ぜひ、貯めることをお勧めします。で最後にまとめです。 ANA マイルを最大限に活用したい方は ANA マイルを国際線のビジネスクラスファーストクラスで利用するのが一番かなと思います。まあ価値としてはそこが一番高いですかね。まあ基本的にどの路線、まあ、今回ニューヨーク東京ニューヨークを例に出させていただきましたけども、まあこれもね別にどの路線でも基本的に同じことが言えるんじゃないかなと思います。で私としてはですね ANA マイル国際線でも国内線でも利用したことあるんですけども、まあ、国際線の、海外旅行でマイルを使われるのが本当に最大限の利用の仕方だなとも思いますけども、実際利用してね国内のね旅行で利用するのも本当におすすめです。まあ、最初の方に言いましたけども何より国内線の場合は追加費用が一切かかりませんからね。一切かかんないです。だから本当に航空券取って乗るだけ。それ以外何にもかかりませんので。まあもちろん空港で食事したりしたらお金はかかりますけど、そういう意味ではね、国内線でも国際線でも基本的に ANA マイレージ特典航空券を発行するのはね、とてもおすすめとなっております。まあ、今回の動画はこんな感じで、ね、終わりたいと思います。役に立ったっていう方はいいね、高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。